国一広は日本のフリーアナウンサー、ナレーター、声優、仙台市出身。大学時代に日本美術史を専攻し学芸員資格を取得。大学卒業後、タウン市を観光する出版社の正社員を経て NHK 仙台放送局のキャスターとなる。地上派を中心に東北全域のニュース番組のメインキャスターなどを担当した。その後、 関の美術館の学芸員となり、4年間、ロダン展、朝倉文夫展、ところ、浅展など、美術展覧会の企画、運営に携わった。2011年3月、東日本大震災の大津派で、宮城県で80年にわたり、写真館を営んできた祖母の自宅と店舗が流され、親族が仮設住宅住まいとなったことをきっかけに、故郷のために貢献する方法は、 語り手となり、伝える仕事しかないと、東北人の目線で、東京から震災報道に携わることを決意。震災翌月より、伊藤秀俊氏に指示し、同年夏のオーディションを経て、プロナレーターに転身した。A.B. 国一博のプロフィール、出演情報、スケジュール。ザテレビジョン。角川、2018年6月25日閲覧。国一博オフィッシャルホームページ。 2021年1月6日閲覧、清和学園高等学校サッカー部。2021年1月7日閲覧、国一広オフィシャルブログ。2021年1月7日閲覧、国一広オフィシャルホームページプロフィール。2021年1月6日閲覧、公益財団法人放送文化基金。www.hbf.or.jp。 2020年11月8日閲覧2019年10月度 NPO 法人放送批評懇談会2020年11月8日閲覧表彰番組自席一般社団法人日本民間放送連盟 j-ba.or.jp2020 年11月8日閲覧公益財団法人放送文化基金 www.hbf.or.jp2020 年11月8日閲覧2019年10月度 NPO 法人放送批評懇談会2020年11月8日閲覧表彰番組次席一般社団法人日本民間放送連盟 j-ba.or.jp2020 年11月8日閲覧 ありがとうございます。